毎度お世話になっております。夏色ハイスクール実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回はヒカルちゃんと父だけハイキングを堪能しました。それから久しぶりに D3 パブリッシャーの理不尽な選択肢の洗礼を浴びました。本当にやめていただきたい。迷惑しております。 D3 パブリッシャー製のギャルゲー主人公は選択肢の先でやらかすことが多々あるんですけど、例えば女の子の誕生日に原付バイクをプレゼントしたら、女の子から高かったでしょという反応が返ってくるとするじゃないですか。その時の選択肢で全然気にしなくていいよっていうのがあるんですけど、普通だったら女の子に気を使わせまいとその選択肢を選びますよね。誰だってそうしますよ。俺だってそうしますよ。ただ D3 パブリッシャー製の主人公は選択肢の後に、だってこれ盗難車だからって続くんですよ。おかしいでしょ。軽くサイコパス入っちゃってますよこんなの。ただね、今回は俺は悪くねえんですよ。俺はっていうかアナッチだけど、ヒカルちゃんが全面的に悪いんですよ。先般ですよ、言ってみれば。アナッチの胃袋をがっちり掴むっていう言葉の解釈について、なんか間違った方向に捉えちゃって、なんか深読みしちゃってるんですよね、ヒカルちゃん。で勝手に落ち込んじゃったんですよ。おかしいでしょこれ。だって主人公のことを予測するのは俺 D3 パブリッシャー慣れちゃってるから8割くらいできますよ。ただね、女の子のところまでは気が回らなかったな。そんな絡め手を使ってくるとは思わなかったからさ、まだまだ奥が深いなって思ったね、 D3 パブリッシャーは。いいんだけどね、そんな奥深さなんて求めてないんだよ。普通にやらせてくれよ、本当に。はい、ここで管巻いててもしょうがないんで続きやりましょうか。ね、メールが来てるね。ヒカルちゃんと宮崎まどかパイセンか、読書会のお誘いあったな、こんなイベント。以前話していた読書会ですが、来週の開催が決まりました。俺ね、モブキャラの中じゃまどかパイセン5本の指に入るくらい好きなんですよ。残りの4本の女の子が名前出てこないけど、5本の指のどこかに入るくらいまどかパイセンのこと好きだわ。いいよね、メガネ文学少女。楽しかったね。こんばんは。今日のハイキング楽しかったね。そうかい。俺は理不尽な思いをしてちょっと不機嫌になっちゃってるけど、でも山登りの後はしっかりとケアしてね。いつもと違う筋肉を使ってるから。お弁当を褒めてくれてありがとう。すごく嬉しかったよ。じゃあまた、おやすみなさい。このヒカルちゃんは好感度が上がった先の世界線にいるヒカルちゃんだから、不機嫌な思いをしてないかもしれないけど、俺タイムリープ勢だからさ、不機嫌な思いをされた時の記憶も持っちゃってるわけなんですよ。許しがたい、どしがたいわ。本当にちょっとふくらはぎあたりがやばい感じだよ。張り切りすぎちゃったかな。でも俺も楽しかったよ。ヒカルちゃんのお弁当はマジ絶品だったしね。ぜひまた遊びたいな。そのうちにね。おやす、ヒカルちゃん。おやすまで書いてなぜみを書かなかったし。アナチはわかんねえな。アナチはっていうか、D3 パブリッシャーがわかんなくなってきたよ。さあ、気を取り直して次の日行きましょう。ここだけで5分近く使ってる。9月8日、ヒカルちゃんのイベントあるね。OK。お。あ、その、ちょっといいかな。びっくりした。開幕イベントか。急にヒカルちゃんのイベントが来たのでびっくりした。どうしたの、ヒカルちゃん。うん。ちょっと相談があるんだけど、少し時間いいかな。金かい？金ならないよ。
うん、別にいいけど、ここじゃなんだから教室に戻ろっか。うん。相談って何かな、ヒカルちゃん。最近、この島の信仰運動が活発になっているって話、知ってるかな？なんだっけそれ。再開発の話？ああ、再開発の話がなくなってから、島の人たちが盛り上がってるやつだよね。その話は知らないな。再開発の後に、シマンチュが奮起してるって話なんてあったっけ？覚えてないだけかな。うん、そうなんだ。僕も島に住んでるから、うちにもいろいろ声がかかったりしてるんだ。へえ、でも確かにヒカルちゃんのおじいさんとか、島の人たちに頼りにされてそうだよね。そうかな。大神神社ほどじゃないと思うけど。あー、大神先輩のところね。あそこは確かにやばい。絶対に人が集まってそうだよね。魑魅魍魎の類もばっこしてるけどね。で、信仰運動がどうしたんだっけ？うん、信仰運動そのものには関係ないんだけど、僕、この島の人たちにはかなりお世話になったから、はあ、何か恩返しみたいなことができないかと思ってて。本当にヒカルちゃんはいい子だよ。いい子に育っておじさん嬉しいよ。恩返し？そう言っちゃうとすごく漠然としてるんだけど、島の人たちに喜んでもらえるようなことで僕に協力できることが何かないかなって。ヒカルちゃんマジエンジェル。最初はその信仰運動に協力すればいいのかなって思ってたんだけど、話を聞くと商店街や観光協会が主体の活動らしくて、僕のとは違うみたいなんだ。なるほどね。でもそうなるとヒカルちゃんの考えてる恩返しって具体的にはどんなものになるんだろうな。それなんだよ。それを相談したくて、というか君の意見が聞きたくて。私にいい考えがある。24時間チャリティーマラソンとかどうかな。島内を24時間かけてマラソンするんですよ。で、俺が追走しながら隣でサライを歌う。24時間。どうよこれ。感動の渦で全米がスタンディングオベーションしちゃうよ。今なんか言っちゃいけないような言葉を言いそうになった。俺の意見って言われてもな、今話を聞いたばかりだし、ちょっと何もアイデア浮かばないな、ごめん。そっか、そうだよね。僕の方こそいきなり無理な相談してごめん。1週間待ってください。ステークホルダーのコンセンサスを得られるような革新的でイノベーションなアイデアをフィックスしますから。いや、俺は別にいいんだよ。でもさ、ヒカルちゃんの恩返しも広い意味では島の信仰運動と言えるのかもしれないよ。そうなの？そうなの。だって島のみんなが楽しい気分になれれば島全体が盛り上がるっていうことだから、それは信仰につながるはずでしょ。だから根っこは同じなんじゃないかな。君にそう言われるとなんだかそう思えてくるよ。そっか、僕も信仰運動に協力できるのか。何かいいアイディアないかな。せっかくだから俺も少し考えてみるよ。ヒカルちゃんの役にも立ちたいしね。本当にありがとう。僕やっぱり君に相談してよかったよ。全幅の信頼を置いてるな。ははは、まだ何も役に立ってないんだから、それは少し早すぎるって。そんなことないよ。うん、君にはいつもその感謝してるよ。いいんだよヒカルちゃん、感謝の言葉なんていらない。物品さえもらえれば。なんだよヒカルちゃん、なんか今日はちょっと様子が変じゃない？え？どうしてわかるの？君ってもしかして超能力者？悟り？ニュータイプです。ちょっと待って、落ち着いてヒカルちゃん。否定するかと思ったらそこは認めちゃうんだね。え、あれ何かおかしかったかな。なんか面白いポーズとってんな。ヒカルちゃんの様子が今日はおかしいって話だよ。今日はっていうか、最近ずっとおかしいんだ僕。雪村さんちのヒカルちゃん、最近おかしいって？なんか学校でもうちにいても気がつくと君のことを考えちゃってて、今も胸が苦しくって心臓がドキドキするんだ。それは JK の恋煩いだよヒカルちゃん。言葉もうまく出てこなくて。
ほう、これってやっぱり病気なのかな。やっべ、現役 JK にこんなこと言われちゃったよ。二次元だけど。え、あの、それってヒカルちゃん、聞いてるこっちが恥ずかしくなるよ。何？いやー、俺の口から言うのもなんだけど、本当に言っちゃってもいいのかな。言っちゃえ言っちゃえ。うん、言っていいよ。ていうかもうこれ事実上の告白だよね。人はそれを恋愛感情と呼ぶのだよ。なんだ今の脱線 SE は。うわー、なんか痛い言い方しちゃってるし、俺。恋愛感情、これが、そっか、やっぱりそうだったんだね。これが恋愛感情なんだ。わあ、眩しい。ヒカルちゃんの純真無垢さが眩しいよ、僕は。ヒカルちゃん、お願いだから自重して。何この拷問。いや、すごい嬉しいんだけど。あ、ごめん。なんか、僕一人で舞い上がっちゃって。そうじゃなくて、さっきのは冗談だから、真に受けられちゃうと、こっちよ。っていうか、マジなの？いや、僕にもよくわからなくて。こういうの、初めてだから。初恋もまだってこと？あ、なんか、だんだんドキドキが増してきた。もうダメだよ、苦しくて立ってられない。それに顔が熱くなって君の顔を見てられない。やっべ、かわいいこの子。ヒカルちゃん大変だ、俺もドキドキして顔が熱いよ。普通に恥ずかしいだけなんだけどね。よかったな、教室に誰もいなくて。ごめん、もう無理、僕練習に戻らなきゃ。ありがとう、またね。お外走ってくるよ。お外走りに行っちゃった、ヒカルちゃん。ああ、行っちゃったよ。行っちゃったね。っていうか、今のってもしかして告白？気になるな。本当にドキドキしてきた。本当に誰もいなくてよかったな。リア充爆発しろってもんですよ、こんなの。教室ごと吹っ飛べ。ヒカルちゃんに会いに行ってみるか。これ今ならできるかな。デビルバッドゴースト！ダメでした。ヒカルちゃん、最近島に活気が出てきてる気がするよ。知ってるとよくわかるんだ、この反応である。ドキドキしてたんちゃうんかい、あんた。ケツに顔うずめてやれ。うり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 ウィース。うぞうむぞうの皆さん、今日も暇そうですね。虚空観察は楽しいですか、三日月さん。あ、うん。でもアナッチも久しぶりなんじゃない？久しぶりに三日月さんのこと三日月さんって言った気がしますね。そうかもな。はは、図星だ、やばい。はは、僕ミッキー。あれ、皆さん何かありました？別に。サージリエリカか、お前は。痛い、空気が痛いわ。え、なにこれ、なんでみんな俺に冷たいの。何のご褒美だよ。是非に及ばず。信長。あ、うん、さて、私は取材にでも行こうかな。おい、メグー、メグーのくせに生意気だぞ。玉木も行く。ちょっと職員室へ。じゃあかりんとうひり出しにおトイレ。私は特に用事はないんだけど、今日はこの場所と相性が良くないみたいだから失礼するわね。なんだいなんだい、おめえらみんなして。え、なにこれ、いじめ。ひょっとして俺みんなに避けられてんのかな。まあ無難にフェードアウトするにはその方が都合いいのかもしれないな。うん、なんだっけこれ、あんまり顔出さなさすぎてみんなに嫌われちゃったのかな。それはそれで嫌だな。俺に落ち度はないはずなんだけど。あー、部長と島袋さんの好感度は普通になってる。メグーとパイセンは高いけどね。なんか前もこのイベント見た気がすんな。ただ忘れてるだけかな。なんかその時に同じようなリアクションを取った気がするよ。ご褒美プレイですかこれはって。わしも年やな、同じことを二度言うなんて。今日はごめん。こんばんは。今日はいろいろとごめん。なんか最近変なんだ僕。
本当にこれがその君が言ってたものなのかな。みんなこんな風に苦しいのをどうやって我慢してるんだろう。今度西園寺さんあたりに聞いてみようかな。西園寺さんってあのツインテールのお嬢っぽい感じの人だっけ。ちょっとドキツイ感じの、ドキドキしちゃうような喋り方の女の子だよね。なんだか今日は眠れなくなりそうだよ。努力はするけど。いやー、ヒカルちゃん、僕でよければいつでも相談に乗るよ。俺の方こそごめん。急に変なこと言ったのは俺の方だったね、ごめん。でも西園寺さんに相談するのはもうちょっと考えた方がいいと思う。だっていろいろ聞かれたらヒカルちゃんも困るんじゃない。あー、なんか俺までドキドキしてきたよ。とにかく俺が言いたいのは、明日からも今まで通りうまくやっていこうってこと。いいよね、ヒカルちゃん。これもう告白しちゃえばいいのにね。アナッチの気持ちはヒカルちゃんに対してどうなんだろうね。ヒカルちゃんは完全にアナッチのことを意識しちゃってるみたいだけど。おー、メール続くね。うん、そうだね。君が冷静でいてくれて僕も安心したよ。でも西園寺さんに聞かれて困ることってなんだろう。もし何か聞かれても知ってることを答えるだけじゃダメなのかな。ああ、でも君の言う通り、相談するのはもう少し考えてからにしてみるよ。それじゃあまた明日。アナッチのことが気になって気になってしょうがないんだけど、これは何かなって聞くのかな。完全にネタとして囃し立てられるよね。いやー、クラスで持ち切りになるわ、その話題。西園寺さんのことはもう忘れよう。死んだみたいじゃないか。とりあえず寝不足だけは気をつけて。せっかく復活したんだから体調管理で支障をきたしちゃ本末転倒だよ。横になってればきっとそのうち眠れるんじゃないかな。おやすみ、ひかるちゃん。グンナイ。いいドリームを。メールは続かないと。じゃあ、もうちょいやるか。開幕イベントはないね。おう、ヒカルちゃんが虚空を見つめている。ヒカルちゃんも虚空観察員になった。ヒカルちゃん、ちょっといいかな。うん、大丈夫だよ。どうしたの。ドキドキは治ったのかい。突然だけど、ででん。ヒカルちゃんってさ、将来の目標とか夢とかってあるのかな。将来の夢、ニューヨークに行きたいか。突然だね。どうしてそんなこと聞きたいの。俺はハワイに行きたい。記録が戻って不安要素がなくなったよね。だから秋の大会だけじゃなくて、最終的に目指す目標は何だろうと思って。ほら、スポーツ選手って大きな目標がある人は伸びるって聞くから気になってたんだよ。ああ、そういうことか。急に言われても、僕毎日楽しく走ってたらそれで幸せだし。オリンピックに出たいとかってないのかな。でも漠然とでも目標はあるんじゃない。僕は、そうだな、あえて言うなら、オリンピックで金メダルを取ることかな。いいじゃない、素敵な夢だと思うよ。え、いきなりオリンピック、しかも金メダル。やっぱりおかしいかな。でも高校生のうちからオリンピック強化選手に選ばれちゃう人だっているじゃん。全然おかしくないと思うけどね。あ、いや、そういう意味じゃないんだ。走れれば幸せっていうヒカルちゃんとオリンピックで金メダルのヒカルちゃんがすぐには結びつかなくてごめん。アナッチが夢を聞いたのにな。理不尽な話だよ。僕自身まだあまり実感ないんだよ。人に夢を聞いといて、あんまり結びつかないな、ヒカルちゃんとその夢。どうかと思うよって言うのもどうかと思うよ。でも、中学で顧問の先生に言われてたんだ。雪村、お前ならオリンピックの金メダルも夢じゃないって。おお、その先生、先見の明があるね。だから夢って言うと、あの時の先生の言葉を思い出すんだよね。そういうことがあったんだ。でもそれって本当にヒカルちゃんの夢って言えるのかな。言われてみてそれもいいなって思ったのは確かだよ。金メダルを持ってくることができれば島のみんなも喜んでくれると思うし。それはヒカルちゃんらしい言葉だね。それに陸上やっている以上、レースに出て勝ちたいって気持ちは僕もみんなと同じなんだ。中途半端で妥協したくないから、一番の目標はオリンピックで金。それも誰もが一度は考えると思う。だったら僕も
本気で取りに行こうかなって。夏休みの終わり頃君と走ってて思ったんだ。え、あの時そんなこと考えてたの？全然知らなかったよ。ヒカルちゃんも水臭いな。あなっちゃんどういう立場になりたいの？よくわかんないよ。急に夢を聞き出したと思ったら、その夢はヒカルちゃんらしくないよって言ったと思ったら、なんでその夢を教えてくれなかったんだい、水臭いなって。どういうポジショニング取りたいんだよ、お前は。だってこの間までスランプで全然タイムが出なかったのに、急にオリンピックだなんて恥ずかしくて。ヒカルちゃんでもそういうのあるんだ。完全にアナッチはさ、ヒカルちゃんの敏腕マネージャーの気分でいるよね。あるよ。あ、かわいい。僕のことなんだと思ってるの？ひどいな。ヒカルちゃんマジプリンシパリティ。はは、ごめんごめん。まあ、オリンピックで金は夢だけど、現実的な目標はその後の仕事の方かな。というと何かやりたいことでもあるの？僕もちろん生涯現役で走り続けたいんだけど、インストラクターやトレーナーみたいな仕事もやってみたいんだ。つまり指導者を目指すってことだね。そうそう、とにかくずっと陸上に関わっていければそれだけで僕は幸せなんだ。金メダルが夢で将来は陸上の指導者になるか。ヒカルちゃんらしくていい目標だね。ありがとう。こんなことまだ誰にも話したことがなかったから絶対に内緒だよ。それにとりあえず10月の大会が今一番大事なんだし。大丈夫、絶対に優勝できるよ。完全復活したヒカルちゃんに敵はいない。まだ自分じゃそこまで自信ないけど、そうなるように頑張るよ。君にも応援しててもらいたいな。もちろんだよ、俺もヒカルちゃんと一心同体になったつもりで全力で応援するからね。一心同体？そこまでしなくていいんだけど。つまりアンコウのオスになるってことですね。生殖器だけの存在になるってことか。キモいな、アナッチ。遠慮すんなって。俺とヒカルちゃんの仲じゃないか。デュフ、君の仲。デュフフ、コッポ。うん、どうしたの？ちょっと顔が赤いけど熱でもあるのかな？なんでもないよ。もう僕行かなくちゃ。ごめんね。それじゃまた。ヒカルちゃん面白いな。あ、行っちゃった。行っちゃったね。でもオリンピックで金か。そうなったら俺も自慢できるかな。なんでだよ。お前は別に自慢できないだろ。あの子とちょっと走ってたんだぜって吹いて回んの？ああそうですかって言われるだけで終わりだよ。それはすごいですねで終わっちゃうよ。アナッチ人に夢聞くけどさ、アナッチの夢は何なんだろうね。ずっとこのまま変態カメラマンで終わるつもりなのかな。アナッチのお父さんが何をやってるかすごい気になるんだよね。2ヶ月ばかしこの夢校に転校してきて、それでまたいなくなるんでしょ。なんだろうね、そんなに頻繁に引っ越しする仕事って何かあるかな。旅市だとかそういうのかな。それか借金で首が回らない人かな。借金で首が回らない人が有力候補なんだけどね。旅市座だったらさ、アナッチもその旅市座の出し物とかに参加しないといけないから学校行ってる暇ないし、ね、はい、じゃあちょうどいい時間でごわすね。今回はこれで終了したいと思うでごわす。それではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様です。